皆さん、こんにちは。日本史講師の田中雄也です。今回私が忠世日に参戦したことについて非常に驚かれている方もいらっしゃると思います。また、あいつ誰やねんって思ってる方もたくさんいると思いますが、僕のことを全然まだ知らないという方はぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今回僕が忠世日に参戦することになった経緯について簡単にご説明いたします。実は私、コロナの自粛期間中、ちょっとでもこの世の中に貢献できないかと思いまして、 YouTube のチャンネルを開設して、そこで自分の授業こそ上げてないんですけれども、教科書精読の手引きって言って、みんなで一緒に教科書を読んでいこうというようなスタンスの教材配信のようなことを少しだけやっていたんですね。で、ちょうど同じ時期にネット上を見ると、忠世日っていうのが世の中に出てきまして、おお、これはすごいのが出てきたな、吉野先生ちゃんかみたいな感じで、すごいなと思って見ていたんですよ。でですね、1学期が開校し、夏期講習に入って、でちょうど8月に入ったぐらいに、世の中にね、僕の友人の講師でもあります科学科の若原先生がね、忠世日にバッとこう出てきた時に、お、分かるんやけと思って、すごいなと思ってたんですけれども、ほなもうすぐそっからですね、ちょっとお盆ぐらいですかね、8月の中頃ぐらいに若原先生からメールをいただいてですね、ちょっと忠世日今日本史の講師を探している、もしよかったら先生やってみませんかみたいな、こういうメールいただいたんですよ。で、まあ、せっかくいただいたわけですから、もちろんそっからすぐに前向きに検討いたしました。するとね、もうね、1週間も経たないうちに、レッドクイーンの社長の吉永さんと、あともちろん吉野先生と、Zoom で面談をさせていただいて、若原先生がメール来てからもう1週間以内には僕が忠世日に出ることはもう決まっておりました。これがまず忠世日に参戦する経緯です。忠世日の魅力なんですけれども、やっぱりこのコロナ禍の中で少しでも教育格差を少なくしたいっていう、まずこの教育理念には賛同しました。僕も何かしらの形で今なかなか教育を受けられなくて困っている人に少しでも貢献したいっていう気持ちがあります。自分予備校講師を始めても10年以上経つんですけれども、2011年の東日本大震災の時、あの時は自分の生活がいっぱいいっぱいで、とても世の中に貢献するなんていう余裕が全くなかったんですよ。でも今はある程度生活もできるようになって、余裕っていうほどでもないんですけれども、今ならできると思って今回は動き出しました。で、忠世日、はっきり言います、ギャラに関してはほとんどノーギャラでやってます。休みを利用して東京青山で行ってスタジオで収録する。だから経済的な収入みたいなものはほとんど期待はしていないんですけれども、自分にとってじゃあ何がメリットなのかっていうことを考えると、言っても僕まだ、大手予備校には出てるんですけれども、関西の一若手講師に過ぎませんので、知名度という点ではまだまだだと思います。忠世日はメディア戦略っていうのがすごいので、自分がやることさえやっていたらしっかりと自分の名前を売り出してもらえる、こういうところがやっぱり自分にとってもメリットだと思います。日本史講師田中雄也っていうのを全国に売り出してもらえるっていう、もうこれだけで僕はね、ありがたいですね。あと、レッドクイーンの社長の吉永さんの即断即決っていう、もうこのスピードに関しては、僕らのらりくらりとした教育業界にはまあいないようなタイプの人ですよね。だから最初会った時に、その決断力の速さみたいなものに、ものすごく衝撃を受けました。この人ならついていけるってすぐに思わせてもらいましたね。やっぱり欠かすことができないのは吉野圭介大先生です。僕やっぱ高校の時、よゼミのサテラインの授業を受けてて、吉野先生なんて言ったら画面の向こう側のアイドル講師だったわけなんですよ。それが今目の前で一緒に仕事をさせてもらえるなんていうのは、これだけでもやっぱりテンション上がります。最初めちゃくちゃ緊張したんですけれども、慣れてきたらめっちゃ気さくないいおじさんです。で、すごいこう怖いイメージっていうのがあったり、あと会ったことのない人は結構ネットとかでこう悪く言ったりする人もいるんですけれども、
もう一遍会ってみてください。全然印象変わります。めちゃくちゃリーダー気質の強いもう兄貴分ですから、でいてね、実は裏でめっちゃ勉強してます、うん、僕みたいな、ね、若手講師にもね、こう日本史のことでねちょっと疑問があったらすぐにこう質問してくれるっていうね、そういうね勉強熱心な部分っていうのも、感動しました。 あとは現在の、まあ、僕のメインで出向しているとの関係性っていうのを、まあ、これをちゃんと説明しておかないといけないとは思うんですけれども、はっきり言って僕は何ら不満はありません。というか関西の日本史家で、まあ数は少ないんですけれども、講師自体は少ないんですけれども、売り出し中の若手と言ってもいいと思うんですよ。で、仕事の面に関しては、まあ、授業もやらせてもらってるし、授業以外の模試やテキスト、最近では教員セミナーとか、やりたい仕事は全部やらせてもらってます。で、まあ、先輩講師たちからも、可愛がってもらってます。人間関係に関しても全く不満はありません。ただ少し贅沢なことを言わせてください。贅沢なことを言うと、ここ数年間予備校講師として安定してたんですよ。安定しすぎてたんですよ。なんかこうチャレンジしたいっていう気持ちがもう心の奥底から湧いてきたんです。そんな時に降って湧いたように、この例えば映像授業っていうこういう話が舞い込んできたんです。やるでしょ普通。俺はやりたいって思ったんです。もうシンプルにやりたい。だからちょっと先のことまでは考えてないんだけれども、今やれることをやろうっていうことで動き出した。だからとの関係性っていうのは決して悪くないです。で、あとなんか映像授業に完全移行してライブ授業っていうのはやらなくなるのかっていうと、僕は今のところそういうつもりはありません。ライブ授業にはライブ授業の良さがある。映像授業にももちろん映像授業の良さがあって、この先これらは相反するようで共存していくと思います。そんな中で僕欲張りなんです。ライブ授業でも頂点を極めたいし、映像授業でも頂点を極めたいんです。だからこれまで通り、まあ、をはじめ今出向している大きいとこから小さいところにいろいろ行ってますけれども、ここに関してはこれからもできることならば出向したい。で、それをやりながら、それやりながらですよ、映像授業でもこのただ呼びでもっともっと自分の授業を出して、で、世の中の人に自分の授業を知ってほしい。だから欲張りなんですけれども、この2つをこれから極めていきたいと思っております。まあ、もしよければなんですけれども、こんな若い講師のちょっとした野望なんですけれども、温かい目で応援していただけたらこれ幸いです。皆さん、今後とも日本史講師田中裕也をよろしくお願いいたします。じゃあね。